さあ、スタジオにお客様をお迎えしたわけでございますけれども、まずはですね、この MRO ラジオでね、はい、お昼に流れている、いわゆる時報のね、前にちょこっとっていう、はい、時報スポットなんです。ちょっと聞いてもらえます？はい。はい、あなたの屋根は焼き物ですか？セラムシリーズの新東株式会社。防災瓦といえば新東。これですよ。ね、お昼前のコマーシャルでおなじみ三州陶器瓦。今日はですね、新東株式会社の杉浦修司さんにお越しいただきました。こんにちは。こんにちは。いつもありがとうございます。はい。お昼前にね、これ見て新東っていうのが、はい、可愛い声がね、ピンポーンってですね、はい。そうですね。はい。弊社のですね、キャラクターのセラム君がいつもですね、12時をお知らせさせていただいております。セラム君というのは、はい、キャラクターとおっしゃいますけど、どんなキャラクターなんでございますか？はい、私ども新東のですね、最近のゆるキャラなんですね、はいはいはい、これ社内公募で決まったんですけど、私も応募したんですけど、はい、残念ながら箸にも棒にもかからず、はいはい、生まれたキャラクターなんですね。そうなんですか。でこのセラム君がですね、この MRO のラジオのですね、12時の時報をはじめ、弊社のカタログとか、あとホームページで、いろんな情報発信をしております。ね、セラム君見たんですけれども、顔が四角くて、そう四角いの。それで髪の毛が緑色で、アフロ今時アフロかいって感じなんですよ。ね、なんかゆるキャラというよりも真面目って感じのね。なんかでもアフロには意味があるんですよね。そうですね。このアフロヘアなんですが、弊社のですね、環境瓦という緑色のですね、瓦の上に苔を植えた瓦がございます。こちらのあれ苔なんですか？緑色の、なんだこの緑色だと思ったんです。そうなんですね、やっぱり屋根でも緑化ができるように、アフロヘアに。芝生じゃない、それをトータルでイメージしたのが四角い顔に緑のアフロ。はい、セラム君です。いいですね、セラム君ね。はい、あ、意味があるのがよく分かりました。はい、で今おっしゃったね、屋根にもその、まあ、その緑化のデザインもあります。はい、いろんなデザインもあると思うんですけども、新東のシステム瓦というのがね、はい、一番の売りなんでございますよね。そうですね。これどういったものなんですか？はい、今日ご紹介させていただきます新東のシステム瓦、こちらがですね、屋根にもデザインを、お届けしたいなと思って開発しました。はいはい、こちらがですね、最近増えつつある平板瓦、フラットな瓦ですね。うん、こちらのですね、ケラバの部分であったり、うん、胸の頂点であるですね、胸と言われるところにですね、専用の瓦をご用意しました。うん、こちらをですね、お使いいただくことによりですね、屋根を非常にスマートに演出できます。まあでも瓦って言ったらね、特に北陸なんかはこう黒瓦がね、はい、ドーンとこうね、やっぱりイメージとしてね、重厚感があるわけでございますけれども。そうですね、ご当地石川県ではですね、能登瓦非常に有名ではございますが、最近ですね、フラットな瓦、平板瓦が増えてきてますね。和瓦のようにですね、ウェーブ形状ではないんで、なんとなくその瓦っぽくはないんですが、素材とか製法は全く瓦と同じ、こねて乾かして上薬かけて焼いております。そうなんですか。はい、ですので色落ちしたりとかですね、心配もないので長くお使いいただけますし、寒さ暑さにも非常に強く快適にお過ごしいただけます。こちら雪国でございますからね、瓦にはうるさい方多いんですよ。そうですね、私ども展示会してますと、結構こう皆さん瓦のことよくご存知ですので、たまに僕もタジタジになっちゃいます。でもそういう方にも十分自信を持ってと、はい、いうことなんですね。今日なんか一つ大きなね、はい、瓦をお持ちいただいて、ね、形状がやっぱ変わってんですよね。はい、そうですね、長さん、桂井さん、こちらの瓦ですね、回り墨瓦という瓦なんですが、システム瓦のパーツの一つなんですね。はいはいはい、こちらの瓦今ほど大きいと、大きくて、なんていうんですか、その真ん中こう折れ曲がった感じ、ちょっとイメージ的に言うと、ね、ちょっと座布団を斜めに折ったような感じですよね。これだからコーナーで使うのかなみたいな感じはするんですが、そうですね、おっしゃる通りで、この、システム瓦の、回り墨瓦お使いいただきますと、はい、ここの部分、いわゆる墨胸の部分がですね、この瓦で覆われることになりますので、通常ですね、どうしてもモコモコっとしたデザインになってしまうんですが、はいはい、これがスキッと仕上がりますので、大きいですよね、とにかくね。そうですね、そうびっくりしました、実物見てこんな大きいんだと思って。そうですね、通常の和瓦がですね、一辺約30センチぐらいの大きさなんですが、これ約45センチございます。1.5倍。はい、面積にすると 2.5 倍ぐらいあるんですが、うわすごい。瓦って焼くときすごく大変でですね、これ焼いた後の状況なんですが、焼くときに大きさで約1割、質量重さでですね約2割ぐらい縮んでしまうんですね。
で縮む際にそのねじれてしまったりとかですね、いろいろアクシデントが起こるわけですね。はい、でもこれ新党の技術でなんとか製品化にこぎつけたっていうの で、うん、で業界ではまだ私ども新党だけなんですね、これできるの。これやっぱ大きい瓦を作るっていうのは一つの大きな技術進歩ということが言えるわけですよね。そうですね。メリット的にはどういうことがあるんですか。そうですね、まず大きな瓦ですね、部品化することによってですね、うん、まず屋根がすごくスマートに演出できます。なるほど。ということはですね、家全体屋根がですねスキッとすることによって家全体がですね、スキッとした仕上がりでお届けできるのかなと思います。スマートなお家が作れるぞと、はい、いうことと、あとやっぱり瓦の数が増えれば増えるだけそのつなぎ目が気になりますよね。そうですね、何年も経つと、はい、大きいからそのつなぎ目は当然少ないと。そうですね、おっしゃられる通りで瓦自体の枚数が減ることによってですね、うん、いわゆる、ね、いわゆる持ちって言ったらいいですか ね、長くお使いいただけるのかなと。何十年もね、はい、やっぱり共にしなきゃいけない。そうそう、家がね傷むのはまず瓦からって言われてるんですよ。はい、やっぱりだって雨風雪にさらされて ね、特にこちら北陸の方はですね、うん、雪というのがありますので、どうしてもやっぱり頑丈な瓦、頑丈な施工っていうのを求められますので、どうしてもやっぱり瓦の寿命というのがそうなんですよね。瓦の寿命来ちゃうとね、全部吹き替えなきゃいけなくて、はい、吹き替える時の費用ってびっくりするんですよね。そうですね、決してびっくりするほど高いんですけど、その分長くお使いいただける、お家を長くお使いいただけるというのは、ね、それだけ、まあ、瓦というのは重要ということなんですけれども、はい、まあ、家を守るための家、はい、みんなを守るための家、はい、家を守るのにはやっぱり瓦ということなんですけれども、災害時もね、瓦というのはやっぱりですね、まあ、先般のですね、東日本大震災で瓦がというお話もございました。はい、ただこのシステム瓦をお使いいただきますと、先ほど言われましたつなぎの部分の部材をすごく減らせるんですね。そのことによって一軒で約800キロ、軽自動車1台分も軽くすることができるんですね。これは大きいですね。家にそれだけの負担がかからないってことですもんね。そうですね、はい、その分まあ、いわゆる軽量化できますので耐震性もアップということになってまいります。やっぱり大きい瓦を使うということはそれだけ安全面という部分でもいいし、はい、デザイン面でもいい、はい、できることならみんな大きい瓦を作りたいんだけれど れども作れる技術は新党さんと。そうですね。セラム君にお任せということになるわけですか。さっき杉浦さんなんかうちだけですっていう時、体を半分前へぐっと乗り出されました。もう自信が顔からあふれてくる。これ会社から強く言われております。なんとなくこの杉浦さん の、はい、優しげなルックスがセラム君に似てるんです。そうですね、アフロではないんですがショートヘアですけど、多分ね今度杉浦さん来るときは、はい、緑のアフロヘアをかぶってこられるんじゃないかな。それいいかもね。今度買ってきますね。乗り気になってますね。はい、ということでね、ぜひまた、新党への、いろいろ質問とか終わりになりましたら、お電話なんかもいただければなというふうに思うんですね。はい、最後にじゃあね杉浦さんから一言お願いできますか。はい、そうですね、はい、弊社のですねシステム瓦、そしてセラム君、ぜひぜひお願いできればと思います。弊社のですねセラム君システム瓦についてはですね、ホームページ、インターネットで新しいに東新党とご検索いただければですね、弊社のシステム瓦の紹介動画もアップしております。はい、はい、でぜひ家を新築の際はですね新党のシステム瓦とご用命いただければなと思います。はい、まずはですね、ホームページなどで、セラム君ってこんな顔してるんだ、そこから始まっていただいて、はい、どんどんですね専門的なお話はまた直接お伺いできればなというふうに思います。ね、今日はですね、北陸地区の営業を担当していらっしゃいます杉浦さんにお越しいただいて、セラム君のキャラクター、それからシステム瓦の良さ、このあたり、はい、をお伺いできました。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。